やどうぞーってなぞとしゅうぞみなとヘイヘイ、俺がりょうたです。 Say yeah。 なんか街中歩いてると気になる店あるじゃないですか。チェーン店とかじゃない個人のとことか、なんだここみたいなとこあるんですけど、いざ自分で行くかというと行かないみたいなね、皆さんもあると思うんですけど、気になってるところ自分が行きたくない、だったら友達を行かせればいいじゃないかと思うんですけど、早い話が。なので今回はみんなが気になる場所というのをね、持ってきてもらって、それをくじ引きで一人一個行ってくるというね、そこがどういう場所なのかというのをね調べ上げて、いいとこだったら皆さんに紹介する。なので今回一人ずつ発表していきましょう。はい、じゃあまず僕から気になってる店、なんかね絶対見たことあるんだよね、やっぱり長崎市民があると思います。最近だとよく視聴者さんがね、はい、満腹屋に行くじゃないですか、うん、でその満腹屋の近くにだからビルがあるんですよ。ありますね。あるでしょ。あれめっちゃ光ってる。あれ何あれは何かマジでよかった。あれ何マジで、うん、確かになんか気になって知らないふりしてたわ。名前がパパクラブだからね。気になってずっと気になるんだ俺は。それは行った方がいい。まず一つです。次量行くの、はい、俺がみんなに行ってもらいたいのはバーンなんですけど、ああ、うん、いいじゃないですか。パパクラブと近いんですけど、ああ北の方にあるアントレ、女をイチコロにできるバーらしい。おしゃれすぎて。いや岡崎そんなあったら行きたいやん。マジでおしゃれらしい。行きますか。いや行きたい行きたい。行きましょう。だからじゃあこれは女の子で行ってください。デート。でも何でもいいよ。なるほど。ちょっと聞きてーそれ。行きたいかい。それめっちゃ行きたい。行きたい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 。次俺はですね、多分居酒屋かなんかなのかもしれないけど、見た目が住んでる普通の家、普通にもしね、もし普通に歩いてて、ああこの時間にちょうど晴れたら行きたいな、ん？いるやんって言っちゃう。入れだもん。どこどこ、気にすらなってない可能性もある。なるほど。家だもん。そこは本当にこういう企画じゃないと勇気出してトントンってできない。ああ、でもこれも気になる、うん、という場所でございます。最後に丸さんはなんか飲食店のパパクラブとかだったんだけど、俺はなんかちょっと違う酒屋さんなんだよ。わけわかんない酒とか置いてそうでさ。それで行ってみればよくね、自分で。本当だよ。いいやんそれ。積極的に行ってそうだよ。じゃあ、いろいろラストで。それではこのくじの中で、パッと引いた場所に行っていただきます。これだ。これですね。じゃあ、まずの手術から。はい。僕の行く場所は家やん。あ、家だ。家だ。家やん。じゃあ、続いて僕が行く店はこちら。酒屋。酒屋さん。酒屋です。あるぞ。あるぞ。あるぞ。バーに行きまんまんで、あーバーに行きたいんだ。俺が行ったらここだ。パパクラブ。パパクラブじゃねえかよ。俺バーだー。ゆるまる、ゆるまるが女の子だ。女の子すんか。それではおのおの入っていくんでしょ。はい、入ります。レッツゴー。ということでお店に行ってまいりました。なんだかんだ4人がそれまで結構時間かかって、ね、全部情報で揃いましたと、はい、順番に紹介していきましょう、はい、ちょっと俺から行きたいです。だったら哲也の気になっている居酒屋さんですね。居酒屋、はい、まあ、じゃあ まずは映像を見てもらいましょう。 VTR を、はいはい、はい、じゃあごめんなさい、どうぞ。はい、というわけで僕が担当する店です。とこの辺にあるらしいんで、今回ねデッパとね一緒にね行きたいと思います。ないよねパッと見、全然わかんない。とりあえず歩いてみましょう。行きましょう。はい、この辺らしいんだよ。完全な住宅街だね。でもマジでねこの辺なんで、うわ、その辺の看板があるよ。あれじゃねえの、看板あるよね。看板あるな。風だけ見え、風って書いてある。家だねっていうか、めちゃくちゃ家だね。やってるから確認していこう。金曜だからさ、やってるってもう居酒屋だから。やってねえわ、やってなかった。やってないということで出直します。はい、というわけでリベンジ来ました。あれからね店の前とか通ったりするんですけど、明かりがついてるの見たことない。でそもそも営業しているのかってところも気になるので、訪問したいと思います。では行きます。今日も明かりはついてませんね。謎が解けました。カメラ回せなかったんですけど、で話によると2ヶ月ぐらい前からお店の人が体調を崩されていて、今店やってないらしいです。結論から言うと今はお店を開けていないという。なのでそれはついてないわなという感じですね。という結果でございます。あー、それはやってないわ。運悪っ。このタイミングでそうなる。でも今家だったでしょ。また行きたいよね。そうね、営業してた時に行けたらなって普通に、うん、まあ期間的にもね治るの待つわけにいかないので、うん、治ったら行けばやってるよってことですね。はい、という結果でございました。はい、じゃ続いて僕行っていいですか。じゃあ僕のやつ、外観と内装をまあ軽く取ってきたんで、はい、それを見てから VTR 後にちょっと補足で喋りたいなと思います。はい、はい、VTR どうぞ。ここも知らないな、どこだろう。おー、洒落てんな、なんか昔ながら感。
斉藤五郎さんですね。って感じなんですよ。まああの絵はあんま触れなかったけど、なんか斉藤五郎さんっていうのはモナリザを模写したことある人で、代わりにそのモナリザを本物としますっていう世界で二人だけの人で、シャガールと斉藤五郎さん。シャガールと斉藤五郎さんで、すごい。斉藤五郎さん西寄り住んでる。ここに実質シャガールが住んでるってこと？実質シャガールです。とりあえずなんかすごい驚くほど貴重なお酒がめちゃめちゃ並んでる店で、店主の名前が渡来さんという方で、その渡来さんがめちゃめちゃなんか面白い人だったんでちょっと紹介させてください。お軽く話しますね、はい、まず1945年にアメリカ大統領ルーズベルト、イギリスチャーチル、ソ連の首相スターリンが戦後について話し合ったヤルタ会談っていう会談があったんですね。その時にルーズベルト大統領が50年後にもし世界の平和が達成されていたら封印を解きなさいって言って記念に作られたヤルタ会談記念ワインっていうものがあるんですけど、それを手に入れて50年後の1995年にドイツで封印を解いた人が渡来さんなんです。お酒に関わるなんか様々な重要な場面でその名が出てくれたり、岡崎が誇るものすごい文化人がそこにおりました。すげー、すごい。それお酒もらっていたからちょっとこれ出すわ。なんと、とりあえず買ったのがこれですね。なんかおお、すごい、かっけー。ほら、なにそれ、こうやって置いてあって、で、めっちゃ高めからだからめちゃくちゃかっこいい。これ日本酒ですね。これ間違えた、甘酒だわ。古代米だって。甘酒米両方ともすごい貴重な酒です。で、これは愛というお酒でめちゃめちゃ手に入らないんですけど、ジノマリコさんっていう人に作ったお酒で、日本トップレベルに手に入りにくい日本酒を。え、な、え、買ったんじゃなくて。買ったんじゃないですよ。え、くれました。マジで手に入らないらしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごかった。知らない世界を知らない感じが、これの後かマジか。じゃあ私がね、はい、言ってきたパパクラブの話を続けていきましょう。じゃあまずね、その外観知らない人がいると思うんで一旦見ていただきましょう、はい、こちらです。はい、というわけでパパクラブにやってまいりました。パパクラブの存在自体を知らない人のためにね、まずは外観からお見せしましょう。はい、こちらがパパクラブでございます。5階スカイラウンジパパクラブって感じなんで、あの5階ですね、この若干ピカピカしてるこの辺、ここがパパクラブだと思います。それ以外の階は別のお店が入っていると。はい、という場所ですね、はい、まあ皆さん知ってると思いますけども、はい、で、まあ、シンプルに撮影はちょっと断られてしまいました。まあまあ、なのでね、話だけなんですけど、簡単に言えばフィリピンパブっていうやつでした。あー、だよね。結構なんか、おお豪華じゃんって思うぐらいの見た目、女の子が来て、フィリピンパブってね、テンション高いみたいなのよ。お兄さんかっこいいね、お兄さん、お兄さんほんとかっこいいよ、お兄さん、お兄さん付き合う？嬉しくなっちゃってさ、ステージのやつがあって、もうカラオケでおっさんが入れ替わり入れ替わりどんどん歌っていくわけですよ。まあ、もうロマン飛行とかね、若騒ぎの中ここでお兄さんかっこいいかっこいいって言われて、もう帰ろうかなと思ったけど、もう一本飲もうよ、あと一本ワイン飲もうって言われて飲む。おー、それで今日二日酔いだったのか。あの子の酒も払ってあげてよって言われて、あ、いいよ、どこ払って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 、いいとこ払おうな。え、4万くらい。え、かっけー。楽しいよ、本当に。純粋に楽しかった。別にね、みんなで行っても楽しいかなと思います。てかこれね、あのね、多分フィリピンパブのレビューだよ、これは。パパクラブ関係ないじゃん。そうね。今俺フィリピンパブ語ってるから。でも今それも言ったことなかったからね、俺らは。まあそうね。じゃあ最後、僕ですね。りょうくんのおすすめするっていうか、気になるお店。そう、気になるお店。アントレーってところに行ってきました。もう、動画撮ったんだけど、僕の不手際で BGM を消すの忘れた。いや、ほんまに。不手際じゃん。商売のお店じゃないか。まあなんか、いいですかって、いいよって言ったので、まあ、撮影して、まあ、店入るじゃん、ありえない量の酒があるの。ウイスキーやらラメやらがバーって並んでて、お店の人にこれ全て把握してますかって言ったら、ああ大体把握してます、どんな味かも分かるし、で言われたらこれだなって出せるっていうのじゃないですか。で、ここ以外にあるんですかって、後ろにまだあります、まだ出してないやつ。で、女の子と言ったの。ああ、そうだ、それはすごいあったの。落とす用の女の子。落とす用の女の子。で、まあ、撮影にちょっと協力してもらってカメラ持ってて、まあ一応撮影終わりました。じゃあなんか飲んでいいよって言ったら、あ、私車だから飲めない。あ、そうなんだ。でもまあ、で俺ガバとか飲んでしょ、酔っ払ってさ、こうなんかちょっとこうある誘うぐらぐらしてね、そう、行こうみたいな感じで遠回しに行ったのね。遠回しって何？どんな感じ？
ちょ、そんなことねみたいな。遠回しだ。だけど、いや、私、明日仕事帰るわっつって、もう振られて、タクシーで家帰ってビール飲んで。ダセ。でも本当に雰囲気めちゃくちゃ良くて、で、おしゃれで、すごいお酒の説明とか、これくださいって言えば出してくれたりとか、してくれるから、ぜひ行ってほしい。ということで、4つ出揃いました。うん、はい。新しい発見もあれば、うん、普通の発見もあり、うん、まだまだありそうだね。まだまだあるぞ、これ。まだまだあるぞ。これからも切り開いていきましょう。よし。ではまた次回の岡崎調査でお会いしましょう。さあ。